ルイス・ベン・フランシスコは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、サンターナ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。アナハイムのサーバイト高校では、現在福岡ソフトバンクホークスに所属する、ブライアン・ウルフと、後に、インディアンスでも同僚になるライアン・ガーコと、チームメイトだった。最終学年時には打率、566本塁打、32打点。 10盗塁という成績を残し、リーグの MVP に選ばれている。卒業後は、サイプレスカレッジで1年間プレーした後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に移り、2002年までプレー。2008年7月19日2002年の MLB ドラフトでクリーブランドインディアンスに5巡目で指名され、入団。2007年5月1日にメジャーデビュー。 7月29日のタンパベイデビルレーズ戦でメジャー初安打となるサヨナラ本塁打を放った。この年はメジャーとマイナーの往復が続き、ポストシーズンへの出場機会はなかった。2008年は 3A で開幕を迎えたが、4月下旬に昇格すると5月6日以降はメジャーに定着。121試合に出場して15本塁打を放った。32二塁打は、 アリーグの新人王資格を持つ選手の中で最多だった。2010年8月1日2009年7月29日、クリフリーと共に、カルロス・カラスコ、ルー・マーソン、ジェイソン・ドナルド、ジェイソン・ナップとの交換トレードで、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。フィリーズでは、ジェイソン・ワース、シェーン・ビクトリーのラウル・イバニエスに次ぐ、第4の外野手として起用されたが、 プレーオフでは11打数無安打に終わった。2012年4月26日、2011年12月11日、マイナー選手とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍。2012年8月24日、2012年7月21日、計1 0人が絡む大型トレードでヒューストンアストロズへ移籍。8月31日にタンパベイレイズへ移籍した。 2013年1月21日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結びフルスに復帰したが3月11日に放出された。同日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。開幕はメジャーで迎えたが5月26日にリーフとなり6月3日に退団した。6月18日サンディエゴ・パドレスに入団。2014年6月8日に 独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約を結んだ。12月15日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。2015年3月15日に解雇となり、5月8日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメンと契約したが、24日に解雇となる。2016年からはロサンゼルスエンゼルスのスカウトに就任。 二年連続15本塁打、32塁打のパワーに、スピードも兼ね備えている。打撃の荒っぽさが欠点で、定位置獲得を妨げていた。ありがとうございます。